ブランドを作る上ですごい大事なんですけど、もしあれやったらロゴ変えてもいいですか。石焼きで出してたんですか。ラー油っていうのはやっぱ邪道ですか。テールスープでは言っていいですか。言っていいです。僕やったら何て言いますか。この外観やとプラスこの外観に足りないもの、情報が見にくいので、その写真はねちょっと近すぎるんで、もうちょっと引いた状態で、僕もね虎として爪痕を残すためにもブランドを作る上ですごい大事なんですよ。だから僕らもよく言うんですけど、ロゴを通してそのブランド価値をお客さんに伝えていくっていうところが大事なので、もしあれやったらロゴ変えてもいいですか。あ、全然いいです、はい、基本的には名前はあんま気にしてないタイプなんですよ。テールスープだけ名前で上がってこれたらいいんで、名前は何でもいいです。 OK です OK。じゃあこんなもんでいい、変えるので決定しました。はい、温め直しも含めてついでにちょっと違う器で盛り付けしてみようということで今やってます。ちょっと糸唐辛子混ざっちゃったけど、よいしょ。これでね 280cc ぐらいですね、うん、これぐらいでいいかな。スープ250ぐらいでいいかもしれないですね。それだとこういう風に立ちます。これチラシの野菜の量は別にそのまんまで、うん、いいと思います。ここの手鍋で温めるのは別に800でもいいと思うんですよ。はいはい、取り分けするときにこのレードルに入れて、はい、280ぐらいがちょうど肉が浮き出るんで、糸唐辛子をボルケーノっぽくやってもいいし、これの辛いバージョンもあるんですよね。はい、はい、だそれは別盛りでやった方がいいと思います。七重ママの時も辛いやつは僕は別盛りにして、はい、まず辛くない状態を置いて、うん、で辛さは別盛りにしてやると、うん、お客様は2回楽しめるじゃないですか。まあ、確かに。っていうのもありかなと思いました。これねちょっと器変えたんですけど先の方がいいですね。ただスープの量と盛り上がりは先輩いいっすよね。こんな感じでちょっと少ないですね。少ない。ほんならあれっすね、お皿がもうちょっと平べったいやつにして、こう言うたらスパイスカレーみたいな感じで肉が立つような感じですよね。まあ大げさな話こんな感じですよね。で立体的に肉を出した方が、何が入ってるかってまず見えるように、うん、でお盆の隙間を埋める、うん、隙間は一番無駄なんで、うんうん、だこんなんも韓国でよくあるこういう小皿で、そうですね、海苔も1個ずつ、海苔、野菜、キムチでやってあげた方が、まあ、より見た目は良くなりますよね。なんかいっぱい入ってる感は出るかなと思うんで、って考えたらこの後ろの4品がこの小皿で4つくるんで隙間も埋まりますし見た目もいいし、赤のトマトのキムチとかでしたらちょっと黄色のお皿使ったりバランスよく色を使って彩りあって、はい、あと思ったのは石焼きで出しちゃダメですか、ここのお店だけ。あ、全然いいです。何でもいいです。何でもいいですか、はい、じゃあ石焼きで、はい、どうやって温めるんですか。石焼きというかこれガスで温めたら温まりますよね。なんでかっていうとこれって非日常なんですよ、うん、お客さんがお店に求めるものって非日常なので、うん、だこれは非日常感は出たんですけど、うんうん、より非日常感出せたら、うんうん、僕はこっちの方がグツグツなって冷めないですし、家でこんなんで食べないじゃないですか、うんうん、お店でしか食べれないんで、はい、これでもいいかなと思ったんですけど、はい、これでやってみていいですか。はい、はい、やってみます。次は、ね、また別バージョン、石焼きバージョンを今からもう一回自宅でやってみます。でその辛みのところなんですけど、はい、ラー油っていうのはやっぱ邪道ですか。テールスープではチェジュ島というか本場ではどうなんですか。そもそもテールスープっていう文化が、うん、その韓国ではないんですよ。あ、そうなんですね。それこそチェジュ島ってこう豚を食べるんですよ。日本に渡ってきた在日の人たちの文化で捨てる部分のホルモンを縁起のいい時に、まあ、牛を食べたい、うん、でもともとスープの文化があるチェジュ島っていうところでちょっとドロッとしたのとか韓国小さりを入れるとかっていうので、はいはい、渡ってきた文化を在日の人が作ったっていうところの思いが結構深くて、なるほど、これは辛みの部分はまだ卓上の一味とかで、もう普通にシンプルに白菜キムチ入れてっていう感じですかね、うん、なるほどなるほど。このとろみね、この前、はい、薄力粉ここでとろみつけてるっていうのをおっしゃってたじゃないですか、はい、言っていいですか。言っていいです。僕はそれがちょっとしんどなったんですよ。あ、マジですか。マジです。別のものがあるんですよ。うーん、くどくない、はい、しかも美味しくなる、はいはい、とある魔法の粉があるんですよ、はい、っていうのがあるんですよ。初めて聞きました、はい、で小麦粉とかってどうしてもなんかこの辺べっちゃりするし、食べてるうちに重たくなってくるっていう僕のイメージなんで、はい、そういうのでもいいのかなとは思いました、はい、まあ、それもちょっと一回試してみましょう。そうですね、はい、もっと味は良くなると思うので今でも十分美味しいんですけど、はい、お客さんがどんどん味変して楽しめるっていうところを持ってやっていく、
でお昼のオペレーションとしてはこれをもう例えば12名ここに置いといて、はい、で石温めて入れでオーダー通ったら入れる、この石さえ温まってればすぐ出せるんで、はい、これ肉が温まるのが結構時間かかるじゃないですか。そうですね、ここの火入れしてることによって味も詰まっていくんかなと思うので、沸きすぎるとね、はい、味が詰まってとろみも出すぎてっていうので、それ一回ほんならさっき言った魔法の粉送りますんで一回試してみてください。やってみます。はい、うちの会社には仕込みのスペースっていうのがあるんですよ。でそこに真空機だったり圧力寸胴だったりあるので、はいはい、よかったらうちのお店来てもらって、はい、今回完全オールなったら買うものがほとんど揃ってるので、はい、一回それで試して売ってほしいんですよ。あ、わかります。そう、実際やってみてこれ無駄やったなっていうことも多分あると思うので、それで本当に必要なものだけを買って、はい、せいろさんのやりたいその全国展開をできるんやったらいいかなと思ってます。とろみは出したいんですけど、うん、一回冷凍するじゃないですか、はい、水分が抜けて、うん、とろっとなりすぎて、うん、今度スープ温めたいのに、うん、スープが焦げやすくなってしまうんですよ、うんうん、だから初めにちょっと多めに時間かけて湯がいてるっていうところが。なるほど、テールスープのゼラチン部分を出したいってことですよね。そうです、ドロッと、うん、もうできましたね。これぐらいとろみつけば OK ですね、はい、僕が気合でこれ石掴むん でできたら、はい、これパッカンしたい。インスタ的にはありですよね、パッカン、うん、ここにとりあえず 300cc スープ入れたいんで一旦肉先取り出します。はい、顎肉がちょっと分離しちゃったけど、これが顎肉ですね。中に入っているのはこれが顎肉、もうちょっと入ってるんですけど、そうですね、はい、これがテールですね、はい、じゃあ 300cc ですくって熱々の器の上に、おー、うん、ここにこういう感じで、おー、ええやん、うん、よろしいやん。でこれを発汗して、はい、あるものであるものでとりあえず今日はやります、はい、ほんまに木のやつとかにのして提供して、あたたたたた、これつけてもらう。でお客さんに着いたらどうぞ。わー、いいっすやん、非日常。あ、いいですね。ちなみにこの時に薬味入ってますよね、もう。そうですね、薬味入れてからやらんとダメですよ。いきますね。こんな感じですか。でもこれがもしかしたらしなりますね。一瞬ですもんね、開ける時は。それかもう蓋なしでやっちゃうか、まあ、その辺ちょっとまた考えましょう、はいはい、こっちの方がかなり美味しそうに見えるんで。確かに、本当はお客さんがパッカンを取って押してあげるっていう一つの動作を入れてあげると、あ、 TikTok リールとかでより、あの、うん、僕の知り合いのお店が鶴橋でやってるんですけど、撮影準備大丈夫でしょうか。それではいきます、1、2、サムゲタンで、あ、言うてもらった、知ってます。開く前に動画準備いいですか、撮りなはれよっていうのを言ってるんですよ、うん、でこうやって撮ってあげる、で最後に糸唐辛子を載せるとライブ感が出ていいと思います。なるほど、これもあるもんですね、器買わなくて済んだんで、うんうんうん、ここで味も詰まると思うんですよね、ある程度とろみもまた出るかもしれないんで石焼きの状態の濃度、お、0.85、濃度は 3.6。 熱っでもめちゃくちゃうまい、やっぱ熱いのうまい。石も温めるときに何度になったら火を止めるとか全部そこも数値化していきましょう。めっちゃ美味しく感じます、やっぱり。いいっすね、これでいきましょう。はい、なので盛り付け変更はまた僕が来ていろいろ指南させてもらっていいですか。僕が決めていいですか、この器でっていう。はい最後にもしよかったらご飯こっち入れたタイミングで温め直しもできますよっていうのを言ってあげると、お客様もまた温かい状態で食べれると思うんで、石を回収してね、そうなればここの滞在時間が長くなって回転率が悪くなると思うんですよ、うん、あ、はいはい、でもそれでいいと思うんですよ。悪くなることである程度行列ができる、行列できたら一番魅力的な店なので、あっこなんなんていうの。でこれを全面に売りましょう、うん、もうランチはだから言っていいですか。はいテールスープ定食とテールスープ赤から定食、これだけにしましょう。11月1ヶ月、いや、え、もう冷麺も消します。はい、はい、なぜならテールスープがやっぱ出数で言うと一番出てるので。そうですね。で2位がテールスープ定食、やっぱりお店にねテールスープのお店っていう名前がついているので、まあ、それが一番売れるかなっていうところなので、はい、僕は YouTube でよく言っている
何でもある店は何にもない店になっちゃうので、もう専門性だからもうテールスープはズルハシ入れてもうちが一番って言い切れるぐらいもうテールスープ専門店っていうのでこだわって僕はやった方がいいかなと思います。さっき言ったサムゲタンの店とかも、はい、サムゲタン専門店です。あそこってサムゲタンとビールとマッコリしかないんですよ。ってことはメニュー数も絞れるしロスもないしお客さんからしたらこだわり感が出るんで僕はそれでいいかなと思います。それで一回やってみてテールスープ専門店っていうのをもっと尖らして有名になって行列できるようになってから実は牛タン定食もありますよとかハラミ定食もありますよってやった方が僕はいいかなと思います、はい、まず何かでナンバーワンになるっていうところは大事かなと思うのと、はい、夜も同じメニューでいいと思います。これを尖らしていくっていう方向でやりましょう。ちなみになんですけど、はい、テール鍋も受付をそんなにしてないだけなんですよ。予約してくださいね的な感じのジャンルにしてあるんで、はい、控えめな売り方にはなってるんですけど、はい、いいんちゃいます？ほんならテール鍋はテール鍋はこんな感じのまま普通に置いといていいですか？いいと思いますよ。これも黒毛和牛ががっつり入って太いのと、はい、もつ鍋風の味でニンニクと塩がちょっと効いてるんですよ、ねうん、いいと思います。チェジュ島テールスープをしながら黒毛和牛をいろいろ使ってるお店ってなかなかないと思うんで、はい、せっかくね仕入れもちょっとコストダウンできてますんで、うんまあ、蒸しテールとテール鍋っていうのも通販するときに商品数も必要っていうところで、うんうん、まあまあそうですね残していきたいかなって感じですか？それはいいと思います。外観をやります。はい、僕やったら何て言いますか？この外観やとまずは、はい、お客さんの目線はここ、はい、プラスこの外観に足りないもの、うん、ポールみたいななんか買ってるやつ。そうです、のぼりです。のぼりです、はい、なぜのぼりが必要か分かりますか？はい、車で遠くから見た時にそれが見えるから、うん、そう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 。プラス何屋さんかっていうのが分かる。分かるか。でそこにテールスープ専門店って両方に出してれば何屋さんか分かるし、はい、で人っていうのは揺れるものに反応するようになってるんですよ。その揺れるものを置いとくっていうのはすごい大事なので、はい、なので上りを2つ作ってこの両サイドにまず置きましょう。でこれすごい外観も白の基調にして綺麗なんですけど、はい、まあ、ここもちょっと揺れるもの欲しいかなと思うので、はいはい、この上でのれんをつけて、でのれんにテールスープ専門店、上りもテールスープ専門店ってなればあなんかこだわってはんねんなみたいなのも伝わりますし、でこの看板もいろんな種類を置くんじゃなくてもうテールスープの売りをどんどん伝える、この辺もどけてお店のコンセプトと合うものであれば置いてもいいと思いますけど、でこの辺もね余計なものは貼らない。そうです、はい、ちゃんと勉強してます。さすがです、はい、さっき言った通りここに上りを1本置く、でこっちにも敷地内ね上り置く、のれんをここからでもいいんで揺れるっていうところが大事なので、はい、でこのチェジュ島のテールスープってすごいいいなと思うのでチェジュ島っていうのももっとどっかに書くのもいいかなと思う、はい、でこの A 看板も変更する、ここは取るね、はい、この準備中とか営業中もね居酒屋っぽい文字なのでこれも雰囲気に合うやつを作りましょう、はい、でこのロゴを変えるね。このこだわりをもっとやっていった方がいいと思うのでやっぱそのストーリー性ですよね。お母さんの味とかっていうところなんですけど、はい、お母さんは韓国の人。韓国の人です、はい、父親も韓国人です、はい、お母さんのことなんて言うんでしょう韓国で。おんまおんまとかおもにおもにが教えてくれたレシピでも大丈夫ですか？はい、もちろんです、はい、で黒毛和牛に関しては、はい、どこさんとかってあります？黒毛和牛って歌うよりも、はい、なんかどこどこさんの和牛例えば、はい、山形牛とかね。黒毛和牛だけだとやっぱり訴求しにくいんですよ。産地とかその地域の名前多分牛の名前があると思うのでそういうの入れた方がいいかなと、はい、ちなみに何時間炊いてるんですか？テールは一応圧力で60分。おそんなもんなんですね。あご肉が70分。でそこに野菜が何と何が入ってるんですか？大根人参椎茸なんですけど大根人参はそれぞれで湯がいて水の臭み全部取ってしまって、全部グラム測って一つのスープに作ってます、うん、なるほど。さっきの土手は土手肉はアゴ肉です。アゴ肉の土手ですね。韓国コサリが前日に1日で3回ぐらい水を大きく変えて一晩寝かして次の日に50分湯がいてます。なるほど、まあ、そこのこだわりっていうところをもっと前面に打ち出してやっていった方がいいかなと思うのと、はい、あとテール肉が何グラムでしたっけ？お肉でだいたい250ぐらいですね。1人前？はい。おであとお野菜とかが130ぐらい入ってま す、ね、ちなみにご飯おかわり無料とかできます？あ全然できます、はい、男性向けに、はい、まあ、そういうのも一個あってもいいのかなと思ったので、で夜はさっきの鍋をやるっていうのと、うん、あとこの辺を売っていきたいですか？
調味料は別にお店でなくて祭事とかですかね。で売れたらいいんですよ。わ、はい、かりました。コサリってどんなんですか。こんな感じ。おお、すごい。これが初めの形ですね。これを3回ぐらい水変えると徐々に徐々に大きくなっていきます。これいいですね。これ戻してるところを見えるところに置きましょうか。例えばですけど、ガラスの器に入れて水でつけてるやつとか、あとこんなんもそうですけど、はいはい、容器に入れて、はい、そうですよね。そう、はい、そういうのをここに並べてこだわり感を出していってもいいのかなと思いました。で、あとはやっぱこのお客さんの座った目線から見た時に何もないんですよね、壁に。それをなんかもうちょっと賑やかさも出したいので、うん、ポップ作って貼っていくっていうところはやりたいかなと思います。まあ、なぜね、ちょっとね、放送まで時間がないので。そうです、10月31日に放送になりますんで、はい、ね、とりあえず何からしていきましょう。その辺ね、ちょっとまとめて僕が作ります、はいはい、で作って実際どうなったかを追っかけてやりたいと思うので、一旦僕に任せてもらったら全部。なぜそのロゴと、まあ、のぼりのれんがやっぱり統一感ないとお客さんの中でイコールにならないので、僕が作ります。器も全部決めてきます。なのでここで使うのはさっきの石焼きの石、はい、うん、それ以外の小皿は一旦うちのお店に余ってるやつを使ってもらって、まあ、そこはだからスモールスタートできるように、はい、まあ、一旦それでやって、実際反応良ければ融資受けたタイミングで新しく買ってもいいですし、とりあえず今決まった内容としては、今週の土曜日に僕が一回来て新しいセットの状態のポップとかメニュー表を作ってくる、はい、でその間やることとしてはホームページは触らない、触らない、はい、それやる前に僕の YouTube を見て、はいはい、学んでいただくということと、やっぱり若い子向けにインスタグラムと TikTok、うん、今ってどっちもあるんですか。インスタも TikTok もやっていて YouTube も解説して。なるほど、全部一応連携は取ってます。なるほど、 YouTube はちょっと置いときましょうか。ショートで出してるんですよ。あ、それはいいです。あの、はい、TikTok の延長版で、はいはい、いい、 まずインスタのところをきれいに整理したいなと思うんですけど、インスタ何で調べたらできます。トックンのテールスープですかね。はい、こういう感じでなってますけど、まあ、ちょっと情報が見にくいのでこの辺もきれいに整理してください。で、整理の仕方は僕がまたお伝えするのでそれやってください。はい、とりあえずインスタグラムの方では一旦商品だけを押していく感じでやりましょう。はい、まあ、だからさっきのコサリを取ってもらって、あ、結構持ってるんですよね、戻してる。あ、本当ですか。それもっと言っていきましょう、はい、もっとこだわりを伝えていった方がいいかなと思うので。結構初めはこだわり系でコサリとか調味料とか一つ一つの紹介をやってはいたんですけど、その写真はねちょっと近すぎるんですよね。もうちょっと引いた状態で撮ってあげた方が、見た時にコサリ見ても意味わからないんで、だからできるんやったらもうちょっと引いて余白作った状態で写真撮ってあげた方が何かの調味料なんだなっていうのはわかるので、大体皆さんねどうしても近く寄っちゃいがちなんで引いた方が伝わりやすいです。なのでこの辺のインスタグラムの整理とかをしてってもらった方がいいかなと思います。あとは Google ビジネスやってます。そこの情報もきれいに整理してもらって、だから次回からはテールスープ専門店とか、それも僕フォーマット送ります。こういう感じでやってほしいっていうの。あとはそうですね、僕が魔法の粉を送るのでそれで一旦試してもらって、はい、スープ減らしたバージョンの原価率も出してほしいです。もともと多い量からさっき言った 300cc になるので多分原価下がると思うんですよね。ビビたるもんですけど、ビビたるもんですけど、はい、大丈夫です。それを元にもう一回売価の設定、売り値の設定ね、はい、やっていくっていうところでいいかなと思います。赤からは別盛りでいいですよね。赤からもメニューとしては作らない、作らない方が僕はいいかなと。1個だけですか。1個だけでいい。でも赤からやったらね、2方来たら1個ずつ頼むんでしょ。そうそうそう、わかりました。赤からをどうしたらいいか、はい、普通のノーマルの方に赤からをちょっとつけて出す、うん、でもう1個の赤からメニューはこれがもっと溶かれた状態で入ってます、うん、で2種類やったら大丈夫ですか。なぜそのノーマルの人にも赤からをちょっと試してほしいなと思うので、うん、はい、それサービスかなんかでちょっとつけといて、それで食べた人は、あ、次回赤から食べてみよう、うん、赤からってどうなんですかって言われたら、さっきこの小皿に乗ってたやつが10倍入ってますとか、なんかそういうの言ってもらうと次回来店のきっかけにもなるかなとは思うので、大丈夫ですかね。大丈夫です。で、はい、もうメニューも全部変えるんですよね。はい、変えましょう。いや、変えましょう。どのタイミングでするのかなと思って、もう変えます。じゃあ変えます、全部変えます。その時の写真はうちで撮るんで、今日材料持って帰っていいですか。あ、持って帰って大丈夫です、はい、とりあえず僕のある
経営資源をうまく利用してもらってやって、とりあえず僕もね、ボラとして爪痕を残すためにもここは売れてもらうことが、僕にとってもプラスになりますので一緒に頑張りましょう。頑張ります、はい、よろしくお願いしますじゃあそういうことでまた続きはね、追っていきたいと思いますので、ぜひ、気になる方はチャンネル登録と、あと褒めていただけると僕ももっと頑張れるんで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。Hi guys, my name is Kozo. Thank you so much for watching video. If you like this video, please set the like button, leave comment down below, and subscribe. Do you make Shimaya happy? If you want to watch about making of video, please follow the Shimaya's Instagram. All right, see you in the next one. Bye bye.